道内民泊大手のマッシブ札幌2010年にシェアハウス事業者として創業した2013年から民泊事業に参入現在道内外でおよそ160件の施設を手掛けている全体のやっぱり9割ぐらいはインバウンドでやっていた業界ですので、まあ、ことさらその打撃は大きいというのがあります。そのコロナの初期、2020年 って言うと、もう毎月もう膨大な金額がですね。あの流れ出ていく人間でいうと出血がダラダラ流れてる状態で。観光業全体が打撃を受ける中、インバウンドを主なターゲットにしていた。民泊業界への影響は特に大きかった。道内でも大手のテイクが自己破産するなど、汎用する事業者も出てきている。 コロナ前に最大6億円を超えていたマッシブ札幌の売り上げは3分の1ほどまで落ち込み苦しい経営が続いたそこで去年の夏大きな決断を下した8月にはシェアハウス事業を売却してこの民泊・無人ホテルの事業に特化していったっていうのが。 コロナ禍で落ち込んだ創業当初からのシェアハウス事業を愛知の会社に売却。崖っぷちの中、民泊と民泊のノウハウを生かせる事業に経営資源を集中した。まあ、今一番苦しいところに集中するわけですから、一見すると無謀な判断だったと思います。だけども、私は、あの。 中長期的な観点で物を見たとは必ず勝てるとこのインバウンドマーケットというのは今しばらくは厳しいけれども中長期的には必ず成長産業なんだという今一番苦しいところへの集中それを後押ししたのがコロナ前から手がけていた無人ホテルだフロントなどに常駐スタッフを置かずタブレットを使ってチェックイン人件費が抑えられるのはもちろん 非対面で利用できコロナ禍のニーズとも合致するこの無人ホテルのノウハウを生かし一昨年の夏こんなものがオープンしたおめでとうございます札幌すすき野から歩いて10分ほどにある老舗の銭湯中に入るとなんとベッドが浴室を改装し

ホテルへの転換を決めたというオーナー夫妻。オーナーナの思いを汲み取ったこのユニークな物件こそマッシブ札幌ならではの強みだ民泊業界の中でも一つ他と大きく違う特徴があります。それは上流工程中流工程下流工程その全ての工程を自社で内製化しているということなんです。 物件探しから設計運営まで民泊や無人ホテルに関わる業務のほとんどを自社で担い客の要望に合わせた提案をする扱う物件もマンションから古民家までとさまざまこれまでに手がけた民泊は800を超えるというこうして得たノウハウが事業の幅を広げることにつながっている 2> 今2階には学童が入ってる どうぞこちらの部屋一見普通のマンションの空き部屋に見えるがここに入るのは人ではなく企業そうレンタルオフィスだ建物があるのは札幌の二条市場の近くもともとこのフロアはシェアハウスとして運営していたが住んでいた外国人がコロナ禍で帰国し 入居率が下がが下ったたためレンタルオオフフィィススに変えた札幌では今オフィスが不足気味中心部の小規模なオフィスには需要があると見込んだの再開発が進んだ、まあ、高価なビルだったり築年数がかなり進んだあの、まあ、いわゆる古い雑居ビルだったりと、まあ、それぐらいしか選択肢がないので、まあ、その中間を狙いに行こうというのが。 部屋は大きく改装せず、襖などが残ったままここで生きているのがシェアハウス運営で培ったコミュニティ作りのノウハウだシェアハウスの入居者が集まっていたラウンジやバルコニーをあえて残すことでレンタルオフィスの利用者同士の交流が生まれやすくしている コミュニティマネジメント、まあ、そこを価値にしてあのシェアハウスをやってきた側面があるので、まあ、そこに関してはそうです、ねまあ、フリーデスクスペースの交流あのバルコニーがあってあの結構皆さんでバーベキューしたりとか焚き火したりとか、まあ、冬は鎌倉作ったりとか、まあ、その辺のこう街中だけどちょっと自然に触れられるみたいなところが魅力なのかな。 利用者の一人小林さん岡山のバスケットボールウェアの会社に勤めていて札幌進出に合わせてこのオフィスの利用を決めたやっぱり広さの規模感あの多くて3人の予定なのでの3人で利用しやすいスペースの大きさとあとは通勤の便の良さあとはあの重機備品がもうすでにあるのであのリース料とかのこと考えたりとかコスト面でもあのメリットがあるかなと思って。 まだ入居したばかり。他の利用者との交流で刺激を得たいそうだ。やっぱりこう。自分の中だけのアイディアとか考え方っていうのは、やっぱり。固まってしまうものがあるので、いろんな価値観に触れながら仕事ができれば。あのプラスの方向に働くのかなと思います。はい、ここまで民泊などで得たノウハウを生かすという取り組み見ていただきましたけれども。太蔵さんは。 投資家目線でどうご覧になりましたか本当、あの手この手を使っても生き残りを図ると、でやっぱりあのシェアハウスを売却して、でやっぱり民泊でつ培ったこのコミュニティのマネージメントを生かす事業をまあ集中的にやっていくということなんだと思うんですよね。だから取り組みとしては非常にこう おお面白いいななというとうころなんですけどもあの社長が上流中流下流の全部をカバーできてるのが我が社の強みなんだっておっしゃっていましたけれども、はい、物件の開拓や調達これが上流ですよね、うん、それからそのコンセプトメイキングやプロデュースっていうのが中流そして実際の、えっと、まあ宿泊客への貸し出しやメインテナン,ンス っていうのが下流になってこの3つを全部持っていることによって民泊事業に集中することにそれなりの合理性があるっていうことなんだと思うんですよねえ、うん、ここからは本業の民泊について見ていきたいと思います、はい、まずはデータをご覧ください、はい、こちらは札幌市内の民泊の宿泊者数の推移ですまコロナ前夏と冬をピークにま最大ではおよそ15万人が利用していたのですが、うん、まあ この7割ぐらいが7割以上が外国人が占めていたということで大きく落ち込んでしまっているんですよね、うんうん、この夏と冬のピークであのホテルにが満室の時に民泊を利用するという方もいらっしゃったそうでやはりコロナの影響というのは大きかったようです、うん、この状況下でも比較的好調な物件があるということでそちらを取材してきましたお寿司のカウンター席になってまして寿司カウンターに 貸切の大浴場定山渓の豪邸が民泊に業界団体も動き出す向かった先には馬助っ人に呼んだのはティックトッカー